はい、こんばんは、のんです。今日も信長内房大使 PK 超スカベ編やっていきましょう。いやー、なんだかんだで前回備中浮田を滅ぼして浮田を滅ぼした後、後ろの方の武将をこっちに引っ張ってきました。こっちに引っ張ってきたんでまあ編成はいい感じかしらね。いやー、しかしですね、なんだろう、超スカベ編割と立花編と似たような展開で、天下がもう割かし見えてきてるんで、まあそろそろ今日ぐらいで締めかなと思っております。はい、やっぱり超スカベのね、対面強かったね。お、キッカーが攻めて撃退されている。ご命令を。さて、ちなみにキッカーカワとモーリは同盟してるんだよね。永続同盟だよね。あ、そっか、今包囲網中か。では再び姫路に攻めるとこからな。上限3万高田城がちょっとまだ歩兵が終わってない。あと2ヶ月。モーリがね、相変わらず後ろからね、徳川を攻めろ攻めろ言い続けてるんですよね何なんだろうね、この後ろから攻めろ攻めろ言うだけなのは。実に卑怯な。こんばんは、よろしくお願いします。攻めてくるなら来るで助かるんだけど、攻めてくるかどうかわからんな。さて、対名ポイントに余裕ある。なんかね、2日1日間を空けると何をやってたか忘れますね。何をやってたか忘れてしまう。よし、兵の回復もほぼほぼ終わりだな。よし、じゃあいざ行きましょうか。表情始めるぜ。操戦術、何やってたっけ。論議軍議、とりあえず論議軍議でもやるか。そうそうそう、ちょっとね、最近ね、瀬戸内海がね多いからね。これで表情はお開きだ仕事忘れるのはね、やばいですね。一日経つと仕事忘れるの、まあ僕も一日経つと仕事忘れる系なんですけどね。何やってたっけみたいな。野戦築城、部隊防御力上昇中、いいですね。連戦自宅、あー、いいのあんな。うっかり、うっかり、すげえ、ちょっとすいません、ターン飛ばしますね、次の表情まで連戦自宅取りたいなと思ったけど、さすがに連戦自宅はダメなんですけど、うっかり軍事ポイントを使いすぎて、ノブシが使えなくなってしまった。志果たせず。僕の職業は何だろう、ご命令。なんだろうね、クライングフリーマンぐらいですかね。あ、ホイも終わっちゃった。動く前になんか準備してるって終わっちゃった。かしこまりました。かしこまった。はっ。さて、姫路でね、おっと、これは拒否しましょう。あれあれ、僕包囲網だけど別に戦ってるわけじゃないのか。あ、包囲網に参加 してないのか。包囲網に参加してない系だこれ。じゃあさっきの包囲網は何だったんだっていうね。志果たせぬか。長雨、洪水、表情始めるぜ。ようやく戻ってきたんで、これで対名ポイントを誰も光らない。もっと光ってほしかった。まあ軍事ポイント貯めて、今回は使わない。ご命令を。さあ行きましょうかね。これで準備は万全。今がその時のはず。この力でねじ伏せてやろう。池田、
助立ちいたす。毛利が来た。相変わらず毛利はね、口先だけだな。さて、姫路でやり合いますかね。相手は3万。いや、相手は戦場上限で向こうの、あ、いや、こっちの方が多いのか、むしろ。戦場上限は悪くない。まあ、まあ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 。これは、佐竹千香直の大将の皮をかぶった能力値が東堂で、花房さんの回避を入れたという部隊ですね。いい感じの部隊。同じくこちらは桑名義成の皮をかぶって能力値は黒田長政。土井さんはまあ普通に使おう。てるちゃんは違う、大将は吉田正成。てるちゃんのね、統率と知略を吉田正成に与えてほしい。いやー、なんかね、ほんとね、これ早く編成保存できるようになってほしい。そうそう、古参武将をね、こんな感じで、ただまあ魚で使いたい時とかだけはもうほんとしょうがないんですけど、浮田とか早速出番なんですが、古参武将のね、ほんと使えるようになったのほんとよかった。これも淀殿を副将にした豊永隊、これはいいな。いや、ほんといいな、ほんといいな。このシステム、このシステムは素晴らしいと思う。長須壁近忠で、で、兵数一括、兵数5000でいきましょうかね。兵数5000で4万で、で、豊永、あれ、あー、鉄砲の数がちょっと足りないか。アップデートどうなんでしょうね。まだまだ告知されてないですよね。あ、なるほど。告知されてんのかな、ごめんなさい。実は僕ね、あんまり公式見ないんですよね。いやー、そうですね。昨日もね、でもね、やっぱりなんだかんだで楽しいね。一期編前やって、昨日が海賊編だったんで、そのうちルイス・フロイスで A面編でもやろうかなと思ってます。ただね、まあ古いシナリオで京都にやってきたとか、そういう設定かなとか思ってます。出陣だ。さあ、姫路決戦。毛利と包囲も、包囲も相変わらず瓦解している。さあ、そろそろ忘れないうちに対面使いましょうかね。あー、確かに関ヶ原後にね、針まで決戦。確かに決戦は初代決戦。この志果たさずに死ねるかよ。すいません。昨日はね、やっぱね、2連敗2回滅んだのが、まあ、1回ぐらい滅ぶだろうなと思ってたんだけど、ですけど、思った以上に大変で。この志果たさずに死ねるかよ。いやー、でもなんか、まあ、結局ね、普通のことをやれってことなんですよね。普通のこと。なんかこの、うまく見せようとして、このテクニカルなことをするより、普通のこと、普通が大事。普通が一番。普通が一番。三河武士の誇り、見せるは今ぞ。島津と戦うのか。いや、これは、ちょっと不参戦。まあね、ちゃんとね、証券通称してね、通称して金銭収入増やして、そのお金を元手に戦力ちゃんと整えましょうってことですね。あれ、打って出てこない。あれ、あ、これまた姫路水攻めか。薩摩へこの分天下に示す。これまた徳川が荒れちゃうんか、全勢力。兵糧9万5000、全兵全国に展開するにはちょっと兵糧厳しいかもしれませんね。10万だと僕で16万だもん。あ、来てるのか、もう来てる。
いやー僕ねでもねこの徳川が兵糧で苦しむの結構悪くないとは思うんですよね。使いの者が来たよ苦しそう苦しそう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 、あのそうそう、なんかあんまりねシステムの穴をついてズルをするっていう方法がやりにくくはなりましたね。でその兵糧で苦しむ、大勢力が兵糧で苦しむのは正しいは正しいですよね。あの包囲網を食らいまくって一気に起きまくって各方面に部隊展開させた結果こういう徳川みたいな大勢力が兵糧不足に苦しむっていうのはまあある意味正しい。本田忠勝が来てるな。いやーなんかねわりかしなんだろう、ちゃんと準備した上で、よし、イメージが沈んだ。さて家康がもう来る。佐々木小次郎の活躍佐々木小次郎活躍しちゃった。どんな活躍してたんだろう、無双してたのかな。まあこれその敵の大勢力が兵糧カツカツになるのをいいと見るか、いいと見るかつまんないと見るかって感じですよね。はい、あの隣の城は築城できない。うん、そうやっぱりね外交しないとね厳しい。ちゃんと外交大事。今の徳川だってまあ本当は長宗我部とか毛利とかってね早く手を組んどくべきでしたしね。さてこれはいやー本当ね何度も言いますけど合戦面白くない、合戦というかの戦略回りが面白くなったなって気がします。いやに山に布陣してる、これは勢いすでに破竹なんじゃないですか、破竹の勢いなんじゃないですか。山から降りれないようにしてやろう。あちょっと待って、鉄砲が2部隊はいるんだな、鉄砲が2部隊はいるけど、まあでも降りてくるの邪魔しよう。でここ鉄砲水行けんだ、あいいね、鉄砲水、鉄砲水、ああ間違えちゃったごめんなさい間違えちゃった、自動選択になっちゃった。これどうなったんだ、初期か、もう申し訳ない。もうちょっと寄せるか、こうして鉄砲ミスで柵はね、川を渡ったところに、川渡ったところに柵を置いて、で陣をおとりに、あーちょっとおとりには厳しいか。作戦は神出鬼没やっていきましょう。神出鬼没ね、やっぱなんだかんだで神出鬼没ってあの作戦ポイント高いですよね。つまりやっぱりすごい強いってことなんですよね。やっぱりあの神出鬼没のこの強さは多分想定内なんだろうなと思った、ポイント的に。さて猛虎ポイント、できればねなんかおびき寄せるような何かがあったらよかったんですが、鉄砲そうん、これ鉄砲水っていうかこのなんか水田の用水路みたいな狭さですよね用水路の鉄砲水ですねこれまあそれはそれでいいんですけど面白いから、よし行きましょうか。まずいつもの大将がチラッチラッとしますね。大将がチラッチラッといきます。僕ね大将のねチラッチラ好きなんですよ。ついてこい、大将がチラッチラッとやろうじゃねえか。ゲッチ、いざ進まん、覚悟しろ、ご命令を始めるぞ、始めるぞ。作戦的にはがっぷり4つ作戦ですね。これは始めるぞ。大将が見えると敵はね大将に向かって突っ込んできますからね。大将だよ。あ、だ正面、正面、めっちゃ鉄砲。
めっちゃ食らった。逃げよう。やってやろうじゃねえか。始めるぜ。本田忠勝にめちゃくちゃ撃たれた。忠勝にめちゃくちゃ撃たれた。あれこれどうしようかな。動かないのかな、もしかして。いやここはね、余計なことはしない方がいいな。ちょっといけないな、これだと。ご命令ください。普通に撃ちましょう。普通に鉄砲撃ちます。始めるぞ。ゲチュー、ご命令を。始めるぞ。覚悟しろ。位置を変えている。敵の居所。あ、もう来てる。もう来るのか、これ。ご命令を。いざ進まん。始めるぞ。命令してくれ。覚悟せよ。おっと、来たか。あー、そして、しまったな。迂闊に給与士が見つかってしまった。このままだ。タゴ。敵の居所、知れましたな。いざ進まん。迂回してきた。おっしゃ、鉄砲水が入った。これはこのままだ。敵の居所知れました。お、あー、三本の矢持ってるもんね。ゲチ、覚悟しろ。いざ進まん。さて、神出鬼没行きましょうかね。命令してくれ。さあ、行こうぜ。来た。ちょっと魚でしとこうかな。どうせゲージ溜まっちゃうだろうから、ちょっと魚で一魚でしとこう。練り上げし我が部突破みよ。では神出鬼没。そうですね、すいません、神出鬼没ボタンね、この前押し忘れたんですよね僕。やりたい前へ。やりたい危ね。前へ。始めるぜ。さあ行こうぜ。やってやろうじゃねえか。後ろから再配入れに行こう。やりたい。オッケーオッケー。前へ。でまた溜まるだろうからもうすぐ使っちゃおうか。いやーもったいないかな。命令してくれ。やってやろう。連れてかれる、連れてかれる、連れてかれてる、連れてかれてる。やりたい。あれ前へ。発見されたのか。いざ進まん。始めるぞ。ゲチ、家康がいるな、あそこに。覚悟せよ。叩き潰せ。オッケー、連れてかれる。うわー、連れてかれたの。がっつり連れてかれたな。叩き潰せ。がっつり連れてかれましたね、これ。うわー、連れてかれる。どこまでも連れてかれる。うえー、えぐい。やりたい前へ。そうですね、タゴ、徳川の中で今の徳川だと割と最強クラスなんですよ。うわー、連れてかれたな、完全に。エロいことやられましたね。始めるぞ。これね、敵のね、おとり挑発の使い方がちゃんとやるんですよね、こういうことを。あの、連れてっちゃう、どこまでも。えぐいことしますね。やりたい前へ。やってやろうじゃねえか。これはエロいっすよ。ムカつくエロさですね。やりたい。おお、リラ、まだまだ操作不能か。やりたい前へ。やってやろうじゃねえか。今が好機。よし、一発入った。今ぞ。がっつり入った。さーて、見つぶしてやるぜ。ゲチ、もう一回神出鬼没できると嬉しいですね。いざ進む。やりたい前へ。まだ行動不能。やりたい前へ。やっと行動可能だった。逃げよう。可能なら逃げよう。覚悟せよ。結束、結束食われてますね。前へ。命令してくれ。やりたい前へ。よし、まあちょっともう間に合わないかな。もう間に合わないかな。始めるぞ。覚悟しろ。できれば間に合ってほしい。や
りたい三河魂前へやりたい前へ間に合わなかったやりたい前へやりたい前へ敵の居所知れましたいやー浮きたがねがっつり釣られたのが痛かったですねだがやりたい前へ一回再配するかなちょっと良くないですね大将が前に出ちゃったやりたい前へうわタゴ追っかけてきたなやってやろうじゃねえか敵の居所知れました叩き潰せやりたい前へそろそろ厳しいなさすがに本田忠勝徳川家康あたり揃ってると厳しいですね覚悟せよよし行こういける練り上げし我が部徳富よやってやろうじゃねえかご命令を始めるぞめっちゃ吉田正めっちゃ吉田正成囲まれてますがご命令くださいこれもう鉄砲隊動こうご命令を始めるぞ下地を始めるぜやりたい前完全に囲まれてる行こうぜうおすげえダメージ食らってんな覚悟せよさすがは本田だなご命令を始めるぞやりたいおい魚でやりたいさすがは本田でしたご命令これはちょっと下がろうか始めるぞ命令してくれご命令を脱出したい覚悟しておけ三河魂見るがよい力負けするとはな覚悟しろさすがに一旦引くぞかかれかくごせよ命令してくれうここも潰れますねデチはかくごせよ負け戦かよんまずいやりたいおいその首もらい受けるご命令ください覚悟しろふう叩き潰せこれで潰し切りましょうゲッチよりといしかし強いなしかし強いなゲッチいざ進まんあれこれ結構やばいぞ前あれまた下がるのか破れるとはしつこく魚で我が刃望むは貴様かこっちの兵もなかなかですけどねいかこのまま、おお強いするとはなよりといおいあぶねえあぶねえギリギリだった何しやがるがっぷり4つに組んだら危なかったっすうわ宴の支度だしまったさすがに強かったちょっとね今まともにがっぷり4つに組むと厳しかったですね敵将仕留めたりおっとフェニックスの息子がただ姫路は落とせると思う残り25日そうちょっとね壮絶すぎる殴り合いをしてしまいましたねおっここは淀殿がねらいましょうダメかダメかただ徳川も前線壊滅しましたね表情始めるぜ徳川の前線が壊滅したんで
徴兵号令入れて、徴兵号令入れたいね。足軽、違う、足軽じゃない。今もうできることがないな。商業ぐらいしか伸ばせない。伸ばしちゃおう。ご命令を。取引を行いましょう。兵糧買って、取り破壊、鉄砲買って。かしこまりました。できることはないかな。各城のね、徴兵を。もう一回り元々の兵数を増やしておきましょう。消耗してからのすぐさま出撃したいんで。うんうんうん。そうですね。向こうにご詰めがなかったんで。でまあ今のでも一応なんだっけ。だいぶ確率低かったけど今のでも高い部類だったんですよね。まあ向こう大国ですし全然。こっちももっとなんかもっとえぐい感じで農兵増やした方がいいんだろうな。承知いたしました。こうしていきましょう。来ちゃうか。14,000勝てるのかこれ。あと12日、一応落城はするけど14日、部隊9分の3、部隊情報。うっ、ダメかも。これはダメかも。ダメですね。ダメだな。これはダメだな。一回素直に帰ろうか。壊滅するのはいけない。壊滅するのだけはいけないんで、ギリギリ撤退ですね。これはやら、これはしょうがない。ついてこい。うん。さっきの野戦で被害出しすぎましたね、僕が。いかん、これ、ダメだ。騎乗しよう。あ、逃げ切ったかな。どうやら逃げ切ったか。ご命令を。あー、落として入場か。そうか、その手もあったか。その手もありましたね。その手もありましたね。申し訳ない。三河武士の誇り、見せるは今ぞ。まあちょっと出直します。すいません。そうですね。前線でね、調整できるというかいいんですけどね。さて。トライアゲインで。もう一部隊増やすか。いや、いっか。ほんとこれね、保存してほしい。ほんとね、これね、そろそろ保存してほしい。そうか、今入場すればよかったですね。すいません、気づかなくて。で、なんだっけ、次もう一回同じような部隊と交戦する場合は対象狙いでいきましょう。さすがにちょっとまともにがっぷり4つにやり合うと被害が大きくなりすぎる。土井清義、浮田はいいや。うん、なんだっけ、武将が入ってない城を見つけるとガガッとくる感じもしますよね。浮田は、あ、浮田もこれだけか、兵数。しまったな。まあ、いけるだろう。出陣だ。もうちょっと奥の部隊まで連れてくるかな。ただ出撃までに時間かかるのがあれなんですよね。下津はもう限界か。承知いたしました。ね、編成記録はね、ほんと欲しい。浮田忠家、浮田直家の息子、あ、浮田直家の弟でいいんですよね。
場始めるぜ。むしろまだ生きてるのか。そう言われたの、結構長く生きてますよね、浮田とはいえ。これで表情はお開きだ。ご命令を。さあ、再びの姫路。すいません、もう一回繰り返し、すいません。姫路を一回ギリギリまで追い詰めたんですけど、徳川の迎撃軍にボロボロにやられてしまって一回帰ったところです。で、僕が姫路ギリギリ落とせたんですけど、本当は敵の軍勢が切ったからすぐ逃げちゃったんですよ。落としたとすぐ入城すればよかったのになっていう状況です。三河武士の誇り見せるは今ぞ。もう平成で、あ、ちょっと待って、来たか、来ましたね。これはこの志果たさずに死ねるかよ。狼藉もやっとこう。この志果たさずに死ねるかよ。もう一つなんかないかな。もう一つできることないな。徴兵号令やっとこう。この志果たさずに死ねるかよ。確かに毎回びしょびしょになっちゃいますからね、姫路で。再びこれ家康か。毎回びしょびしょにされる姫路。姫路市民大変ですね、これ。ん、あれ、タオが来てる。家康じゃないのか。あ、ご命令を。あ、何、相手の大名から敵視されています。やべ、なんかやらかしたっけ。僕しますとの戦いに協力しなかったからか。まあいいや。今回はなるべく対象狙いで被害少なく勝ちましょう。2連戦しなきゃいけないみたいなんで。雨か、雨の嫌だな。幸いどうやら他方の兵が少ないな。高いところに陣取った。これは勝った。これは勝ちだ。これはワイの勝ちやで。さっきの逆ですね。鉄砲です。位置変更。鉄砲ミス。すいません、田中のタグはですね、前回の一期編の主人公の一人です。僕が登録武将の登場するのをキャンセル忘れてしまってですね、超エリート農民ですね。ちょっと鳥居かな。いやー、もう一つか、残り19か。まあ素直に罠にしとこうか。こっちに来るとは思えないんで、やっぱりおとりの砦でも置いとくか。おとり砦を置いて、まあ位置的にこれでも引っかかるんちゃうかな。よし、これでいいか。あとは罠を、奈落はもう無駄かな。柵をもう一枚やっとこう。あとは位置変更。いや、待ってよ、今回敵の大将を狙うから進出気持ちじゃなくていいな。おとり挑発のいいか、むしろ。
囮は佐竹千佳なのでいいか。で位置変更、わりかしもう今回は大将を打つ気でいきましょう。別動隊こっち、むしろ鉄砲隊は正面で打ち合いやろう。むしろ鉄砲隊は正面で打ち合いで、主力は敵の大将を狙い撃ちに行きましょう。うん、おとりプラスあの魚出があるんで、魚出があるんで大丈夫だと思う。こうなると隣接陣地鳥居かな、こっちに来ちゃうとやだな。のろしはいらないな、ちょっとイドルカップしておきます。ではこれでいきましょう。行くぜ。まあタコはね残念ながらね切ります。はい、僕がもともと登場し、あの消すの、あの登場させるのを間違え忘れただけなんで、嫌な位置に取り置いたな。これは壊さざるを得ないか。命令してくれ。こっちからが正解。いやそんなこともないな。見張り小屋取り、いや手やろうじゃねえか。雨か。敵の居所。おっと、敵の鉄砲隊か。始めるぜ。敵の居所知れました。ご命令ください。覚悟しろ。お、2部隊入ったか。ちょっと嬉しい。おお、結構減った。一部隊ここで待ち構えてんな。よし、そうそう、いや、まだ、ね、まだ、まだ、慌てない、慌てない。まだ慌てない。敵の居所、知れました。タゴ発見。叩き潰せ！ゲチよ、さあ、行こうぜ！タゴを発見、行きましょうかね。ご命令を覚悟せよ！命令してくれ！ゲチよ！とりあえず、この横の部隊を潰さないためだな。敵の居所、知れました。おっしゃ、タゴに入った。叩き潰せ。やっぱりね、この少ない部隊本当狙われますね。うわぁ、エロいことしやがる。やりたい、前へ。敵の居所、下がる下がる。おとり挑発に気をつけないといけないんだよね。ゲチよ、始めるぜ。ここは抑えよ。始めるぞ。ここは抑えて、やりたい、タゴ近いぞ。やりたい、前へ。よし、入った。我が良いも望むは貴様か。ご命令を始めるぞ。油断大敵だぜ。オッケーオッケー、やってやろうじゃねえか。始めるぞ、今ぞ。やりたい、前へ。やりたい、前へ。始めるぞ。佐竹のおとり挑発まで、もうちょっと、ああ、違うやつが釣りすぎてしまった。覚悟しろ。これでは良くない。叩き潰せ。叩き潰せ。いい位置ではあるんだけど、ガシンショーターン。やってやろうじゃねえか。無理に前行かないで。容赦はせん。ゲチよ、覚悟せ。これは無理に後ろに回り込むか。始めるぞ。可能ならば。いい位置に刺さってますね。土井さん、土井さんの向き。ああ、ご命令を、いざ進む。今下がり出しましたね。おとり挑発か。た、届かないだ。まだ魚でですね。我が良いも望むは貴様か。やりたい、前へ。よし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 、徐々に来てるぞ、徐々に来てるぞ。強撃状態になってはいるんだけど、やりたい、前へ。やりたい、前へ。これは各方面しんどい、しんどいですね。しんどいけど我慢だな。また下がってる、逃がさない。その首もらい受ける。
ゲチよ、覚悟しておけ。叩き潰せ。よし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 、釣れた釣れた釣れた。命令してくれ。ここは守れ。ここを取り調圧行こう。力負けするとはな。どうか。よしよし、切り込め。うわぁ、てかね、魚手がね、最強すぎるんですよね、戦術として、戦法として魚手は強い。勝ち戦だ、宴の支度だ。そう、挑発系、戦法も作戦も挑発系がすごい強い。まあもちろん大将を狙い撃ちなんで敵の兵士被害がそんなにいかないっていうのはあるんですけど。おおっと、のぼう様、のぼう様が横山機内も嬉しいけど、まさかののぼう様ですね。かたじけない。さ、お前らもう小詰めおらんぞ。あ、もう14日か、落ちる。悪いがこの城もらったぜ。よっしゃ、ついに突破、ついに姫路城突破で、これは完全に崩れるんちゃうか。72日だけど、即交渉してみるか。ダメージ与えた方がね、交渉しやすいんですけどね。あ、姫路一揆。表情始めるぜ。対名ポイントが欲しい。今は対名ポイントが欲しい。これで表情はお開きだ。ご命令を。うん、武将入れましょう。とりあえず武将入れよう。配属、守り神だ。成田長地が守り神ですね。これは早速頑張っていきましょう。あとは適当に3人、織田信雄。かしこまりました。姫路城の守護神になりました。あとは一応姫路城すぐさま砦は、砦と防塁はすぐさま作っておこう。取り手防塁準検所3点セット。使いの者が来たよ。拒否。高虎、まああんだけね、あんだけ水浸しにされたらね、一気も起こしますよね。うおー、全然ダメだった。全然ダメだ。これ強行しましょう。あー、三つ攻めと、いやー、強行でいっか。逃げるかもしんないし。逃げない。これ一回換気錠を落としたら撤退ですね。うん、ゴズメ来ますね。これ戦場上限は25,000か。いや、まあいいや。来たか。3万、戦場25,000、残り40日、到着までは31日。本田忠勝、1回帰るかな。1回帰ったら姫路を囲む可能性があるんで、むしろその方がいいか。行くぜ。うん、そう、大将うまくいけば勝てるかなぐらいですよね。ただね、本田忠勝なんですよね。囲んでる状態で東国無双とか やりかねないですよね。まあ一発やってみましょう。大将狙いで。
じゃあ、包囲に切り替えます。お、そうですね、風雲武田城がありますね。ご命令を。ん、あれ、伊藤一等祭、敵の大将、戦いが帰った。そうね、言うとそうなるっていう、わかる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 、言うとでそうなりますよね。フラグですよね、いわゆる。は、帰って再出撃のために。もうここら辺ここら辺農兵だらけになってきました。承知いたしました。 CPU の調子壁がよくやる手ですね。は、帰ってもこれすぐ再出撃できるぐらいの兵数ありますね。は、あー、なるほど、そんなに兵いらないっていうことかな。まあまあやりましょう。峡谷が池田に滅ぼされた。これはもうね、全員出ましょう。クルは奪還されますが、敵の大将はあそこ。これはもう大将一点狙いで、おとり挑発、佐竹千佳奈を。こっちの部隊はとにかく足止め、めちゃめちゃに足止めする。めちゃめちゃに足止めして、沼穴とかも置いちゃうプラスこっちの舞台もうまく引っ掛けたいな。もうこれ以上置けない。前に置いとこう。作戦2、本陣切り込み入れよう。本陣切り込み入れるので軍施設の一つこれ取っちゃおう。久々に割とスタンダードな作戦で切り込み隊は超スカベ、超スカベ近田とか。そうね、これ多分敵の罠もあると思うんで。でもこっちの罠回避部隊、あ、まあ罠回避部隊を出してもね、結局引っかかることには変わりないんだけどね、こっちが。皇族がね引っかかっちゃうんですよね。まあ浮田忠家が頑張る。佐竹も頑張る。これでいくか。よし、行きましょう。ついてこい。ゲッチ、ご命令を。初手の動きをどうするか。この部隊はとりあえず前に行こう。始めるぜ。この部隊が多分陣地に着く。あとはこの一帯をどうにかすればどうにかできるかな。ご命令、ご命令。ちょっと違って。命令してくれ。始めるぞ。ご命令ください。始めるぞ。いざ進まん。やってやろうじゃねえか。敵の居所知れました。鉄砲隊か。うわー、もろ大将狙われてんな。やってやろうじゃねえか。これはちょっと離れるか。始めるぜ。叩き潰せ。やりたい。見つけた。前、今ぞ。よし。今
が好機。これ奇襲、脱力で奇襲するごとに戦法ゲージ上って書いてるんですけど、別に今見てたんだけどあんまり増えなかったな。お、やっぱ大将に連れてきたな。やりたい前、ご命令を覚悟せよ。敵の居所知れました。オッケーオッケー、命令してくれ。さて行きましょうかね。月夜始めるぞ。沼にはまったところで、ね、っやっちまったな。ご命令覚悟せよ。命令してくれ。行きましょう。やりたい前へ。やってやろうじゃねえか。いやー待って、逃げるの早いな。まだ逃げるの。始めるぜ。やりたい前へ。オトルチャンス行けてしまうか、受けてしまうが、命令してくれ。まだ敵は逃げてるわけじゃないんでいいや。ゲチ、これ鉄砲隊も詰めましょう。ゲチ始めるぞ。やりたい前。今ぞ攻め込め。これちょっとやっぱ連れてこよう。命令してくれ始めるぜ。オッケーオッケー。微妙に動きにくいな。覚悟しておけ。やりたい前へ。横の部隊が邪魔だな。佐竹が下がれない。佐竹下がれない。ご命令ください。ちょっと佐竹の後ろ守って。悪いがその首もらっていくぜ。各部隊詰まっちゃってるね完全に。いざ進まん。叩き潰せ。佐竹ががっつりハマってしまって動けない。一緒に交代できないですね。ご命令を。でこれが浮田が魚でポジションにつきましょう。始めるぞ。命令してくれ。吉田が危ない。吉田が危ない。覚悟しておけ。よし下がった。やりたい前へ。始め、動いた動いた。でおとり挑発が切れてるんで魚で準備。よし釣れた。もろ良いも。一本釣り成功ですね。これであとはフルボッコ。覚悟せよ。やりたい前へ。やりたい前へ。やってやろうじゃねえか。大将来てるね。逃げましょう。始めるぜ。吉田も逃げてくれ。始めるぞ。愚か者には死あるのみ。演劇とか入れたいな。いやでもまあすべポイントはすべて魚でイージーに使いましょう。いい感じいい感じ。あー魚の隊が直撃を受けている。さあ行こうぜ。あーちょっと待った、逃げてる先に。あ、吉田正成隊の逃げ方を大失敗した。やりたい前へ。ですよね。これは失敗。やりたい前。魚でいい。あ、切り込み切り込み。ついすいません。つい忘れてしまう切り込み。すいません、僕ね本陣切り込みなんか忘れちゃうね。ラッセリクサー症候群ですよ。いや違う、ただ忘れてるだけだこれは。これが器の違いってもんだ。まあ言うて結局被害は結構出るんですけどね。言うて被害は結構出るんだけど、敵の退却で随分時間が、負け戦なんで向こうの退却随分時間からはずですから。片付けない。さて46日やりましょう。で落としきって、落としきれるかなこれ。なんかダメな気がしてきた。わあですよねー、ですよね、すぐ来るよね。一回交代かな、しょうがないこれは。まあ城自体はボコボコにへこましたんで。やってやろうじゃねえか。出陣だ。仕方ねえ、待つか。大丈夫大丈夫、辛いのは向こう側のはず。
表情始めるぜ。一進一退ですね。これで表情はお開きだ。いやー、白あのなんだろう、前線の硬さがね、硬くなりましたよね。前線硬くなったよ、やっぱり。まあだいぶ徴兵進めてるんで、もう一回いけるな。そう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 、あの 水攻めのいいところは、あの5攻め対策になるんですよね。包囲が維持できるっていう。これはどうしようかな。あれ、僕そういえば徳川相手に続けてたっけ。あ、やっぱり。でも見込みがなかった。毛利ね。島塚毛利かってところで、まあ島塚かなとは思ってるんですが、毛利が余計なことをしなければいいんですけどね。ちょっと余計なことしないように造兵しとこう。承知いたしました。承知いたしました。では、まだみんな帰ってないのか。まあでもね、徳川ね、そろそろ武士結構厳しいと思いますよ。49万。あ、そんなことなかった。そんなことなかった。だが騎乗しました。行きましょう。一回ボコボコにしたんで、戦場上限無効有利か。これちょっと気をつけないといけませんね。で、またさっきの編成を組み直してと。成田、信雄様が出撃しようとしている。ああ、うん、それでもいいと思いますよ。あの見込みなしでもとりあえず放置みたいな。そうですね、チョスカベの豊作ツリー、あの豊作ツリー優秀。というか、あの最近ね、あの豊作ツリーに関してはあれなんですよね。要するに精鋭農兵があるか、精鋭足軽があるか、そこやっぱ一番見ちゃうな。雪村はね、あ、そういえば雪村ってどうしたっけ。あの関ヶ原シナリオで、関ヶ原のイベントが起きた後、上田の真田、真田の、真田正幸が君主から降りて真田信幸になったんですよ。その際に、あ、鉄砲も、あ、しまった、鉄砲あんまなかったか。あー、しまったな。まあ、いっか。神出鬼没なしでいきましょう。うん。出陣だ。多分そうだと思う。実況中だと思う。正幸と雪村はフェードアウトですね。しまった、鉄砲用意し忘れてしまった。ゲッチ換気場後まで自転車5分。取引を行いましょう。ありがとうございました。鉄砲もっと買っとけばよかったな。仰せの通り。あ、今僕調査官の元、森近鉄砲台でした。あー、しまった、森近が鉄砲台になったか。申し訳ない。森近鉄砲台になったのか。なんか鉄砲少ないなと思ったら、そういうことか。あ、いや、これは強行で落としましょう。いやー、とりあえず攻撃で様子見よう。総大将が鉄砲ってあんまり意味ないんですよね。まあ逃げるときに不便ですしね。ご命令を。絶対来るでしょうね。減ったあたりできそうですよね。モーニーについちゃう。助け立ちするぜ。三河武士の誇り、
見せるはいらず。ね、雪村再登場とかすんのかな。いやでもこのシナリオではもう起きないような気がする。あ、ダメだ、これはちょっと忘れないですよ。姿勢知らず、姿勢知らず。三河武士の誇り、見せるは今ぞ。志、果たせぬか。はかりごとならば、ね、家康はね、戦意アップしつこく使ってきますよね。うちがた、うちが正しいんだ。これで表情はお開きだ。島津義弘のね、あのグラフィックね、あのなんだろう、ちょっと徳川家康のローグラフィックと少しだけ雰囲気似てて、あれどっちだっけと最初思った。ゲッチ、今はもう見慣れましたけど。全勢力の武将、雪村はねやっぱりいないですね。島津義弘、義弘統率115、おかしいだろこれ。すげえな、プラス18ついて。家康、政宗、義重、下妻、加藤、新色、うん、いないですね。大使はね、獣医師出てこないです。あと里見の発見数出てこない。我が領内に敵が迫っております。え、そう来る。そろそろ対面使っとこうか、忘れそうだから。この志果たさずに死ねるかよ。そういう方向できたか。薩摩へこの分、天下に示す。腹の底から勝ち時を上げろ、うん、これで、片付けない。これで厳しいか。今だったら上限1万3000のところで迎撃できるんですけど、向こう準検所が近いから1万4000になってるのか。いやでもこのまま連戦するよりはあそこで待ち構えた方がいい。やってやろうじゃねえか。よし、出陣だ。ね、そういえば小武将はね今回出てないですね。あの蒼天禄とか烈風伝の時とか結構すごかったのに、あれ、あ、こっちから来るのか。ぬぬ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 ぬ。到着、ちょっと到着確認しよう。家康隊が歓喜城に25日後、家康隊ってこっちか。家康隊が姫路に43、本多忠勝が歓喜城25。一応間に合う、あの武将の配置余裕で間に合う。25日後なんで。やってやろうじゃねえか。一回ここで戦うか、やり合うか。もう一部隊編成できる武将がいないんですよ、うち。あの先に忠勝をとにかく叩くか。忠勝を叩き、戦場上限の少ないとこで家康と戦うか。そうですね、一回公安も投げましょう。で、あと忠勝隊か歓喜城に向かってる部隊は、承知いたしました。うし、すげだ。承知いたしました、うん、歓喜城に向かってる部隊はね、解散する可能性もあると思うんですよ。やってやろうじゃねえか。出陣だ。やってやろうじゃねえか。まあ姫路はね、そ結構持つと思うんで、信夫様が入ってるし。待つか。ご命令を。よし、とりあえず守備隊入れましょう。
もうないですね。もうないな。まあまあまあ、ここ多分そんな籠城戦とかならないと思うんで、適当に。適当に3人放り込んだ。プラス。今からで間に合うかな。今からで、ま、今から、まあ間に合わない。さすがに間に合わないですね。今からだとちょっと間に合わない。かしこまった。はっ。とりあえず準拳場でも作っときましょう。はっ。いやー、ほんとね、準拳場とね、砦とね、大事になりましたね、このゲーム。大事すぎて困っちゃうわ。かしこまった。かしこまった。よし、これで見ましょう。はい、あの黒クワシューか何かじゃなかったっけ。結構ね、汎用タイムですね。優しい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 。優しかった。ご命令を。いやー、しかしですね、あのですね、もうちょうど1時間、いや今1時間ぐらいか、今1時間ぐらいか。なんかね、わりかしこれからも徳川と同じ戦いが続くのと、天下がそろそろもう見えてきてるんで、なんかね、モルチカイ編はそろそろエンディングかなと思いました、正直。なんか立花編と同じような感じで、延々ここら辺で同じ合戦を続けるとは、なんかね、ちょっと辛い感じになってきたんで、まあ、できればね、大阪か二条城ぐらいまで行きたかったんですけど、ちょっとしんどいかな、まだまだ続くのが。まあ、というわけで、長須壁編、なんかここら辺でそろそろエンディングにしようかなと思っております。はい、というわけで、皆さん長らくのご視聴ありがとうございました。ちょうど1回これで、5分ぐらい休憩に入って、再びはしごに入ろうと思いますんで、そんな感じで、はい、もうちょっとね、もう こういう状況になるとね、結構しんどくなってきますね、こっから先が。はい、そんなわけで、またはしごされる方は引き続きよろしくお願いいたします。ではそんな感じで一旦失礼します。お疲れ様でした。